また、修次は、豊田金一郎が自動車への進出を決めた際には、全面的に中国から支援することを申し出た。1945年の終戦の後も、国民政府の要請で、中国に残り、戦後の復興に尽力する。晩年、西秋小学会を創設した。西川修次は1881年12月2日に、父西川重吉。 母住の次男として愛知県厚見郡に川町三津家で生まれた。西川家は父の重吉が家業として食婦業を始めた。彼が生まれた三津家はかつて家が三軒だけあった。ことから名付けられたという話が残る。そのようにあまり大きな集落ではなかった。現在は豊橋市に川町となっている。修士は子供の頃から勉強がよくでき、この近隣では 神道と呼ばれた。また、彼は、色白のおとなしい子供であった。高等小学校を卒業するとき、親に負担をかけないようにと、完費で行くことができる、愛知県第一市範学校を選択した。修二が入学した1900年には、愛知県第一市範学校は名古屋市東区、あ吉野町にあった。西川家は、佐吉の妻朝子とは、修二の兄。 ヨネ郎を通じて遠い遠籍関係にあった。そのため、修二は時々、佐吉夫婦の自宅健康場を訪ねた。その折、佐吉から俺のところで働かないかという話があった。その当時、師範学校は卒業すれば若くして校長になることが約束されているエリートであった。修二は佐吉の魅力に惹かれたのか、佐吉のこの誘いに乗るのである。 完璧の市販学校は最低2年間の教職が義務付けられていた。これを終えて佐吉のもとへ行くともう少し勉強するようにと言われた。彼が進学したのは東京倉前にあった東京高等工業学校であった。佐吉にとっての弱点の一つは学問がなかったことである。これからの食器の発明と企業経営には修士の能力が必要であったのである。 青年時代の西川修治1906年12月、豊田佐吉を常務取締役に迎えて、豊田式食器株式会社が設立された。だが、発明を重視する佐吉と経営を優先させる重役人の対立が深まり、4年足らずで佐吉は事実上解任されてしまった。佐吉の落胆は大きかった。彼は日本に失望し、アメリカでの永住も考え、 渡米することを決心した。1910年5月8日、佐吉は修士を伴い、日本優先の稲葉丸で海を渡った。佐吉と修士はアメリカ大陸を西から東へと横断した。佐吉はアメリカ各地で食器を見て回った。彼の頭から食器のことが離れることはなかったのである。日本を離れた時の意気消沈した思いとは違い、佐吉が発明した食器は、 アメリカの食器より優れていると彼は確信し始めた。また、ニューヨークで高峰上吉に会い、元気づけられたことでもう一度やり直そうと考えた。佐吉は帰国する決断をした。欧州を回って、1911年1月1日、佐吉は下関に帰国した。だが、修士は一緒ではなかった。修士は佐吉からアメリカの特許や、 産業の事情について調べるという任務を課せられ、アメリカに残ったのである。三井物産の支援を受けながら懸命に、佐吉の指示を果たし続けた。実際には、佐吉と修二の渡米に関しては、三井物産が影から支えていたのである。修二のアメリカ滞在は1912年10月までの2年5ヶ月に及んだ。帰国後、修二は、 豊田児童食婦工場で働き始めた。修二はアメリカ滞在中に満30歳になった。佐吉は修二に妻を持たせなければと修二が帰国する前から考えていた。だが、佐吉という男は発明以外の世事に疎く、結婚話をまとめるというようなことは増えてであった。そのため無人の友である石川東八に相談した。実際に演壇をまとめたのは、 東八の目合わしげと佐吉の妻朝子であった。東八家の隣に、東園にあたる石川又四郎家があった。又四郎と妻甲の間に、達という娘がいた。達は1892年生まれの満20歳であった。彼女は、器量もよく、愛知県立第一高等大な学校での再演で、修士に似合いであった。話は、トントン病死に進み、 わずかの期間で結婚話はまとまった。結婚式は1913年に豊田児童食婦工場の中で挙げられた。コードは七代目石川東八夫妻が務めた。結婚生活は佐吉夫婦と同じ工場内であった。そして式の翌日から秋次ぎは働いた。それほどこの頃の豊田家の実情は厳しかった。だが中士夫婦は 佐吉夫妻の優しさに支えられて頑張ることができた。佐吉は晩年病気がちになった時、しばしば長兵町の屋敷から、主税町の西川家へ出かけた。その折、佐吉は、お達さんのところへ行ってくると言って出かけた。1918年10月、佐吉は単身上海に渡航した。中国大陸への工場進出を実現するための調査であった。 ほとんどの社員が中国進出に反対であった。だが、最後は弟平吉が、社員たちを、佐吉の意思を尊重するという結論に導いた。佐吉は、翌1919 19年に、秋ぎを伴い再び、中国に渡航、上海に滞在した。修士の東京高等工業学校防止化時代の同級生で、三井物産上海支店に勤務していた。 古市務の親身な働きもあり工場建設までこぎつけた。1921年11月には正式に上海支局市ひしか字に豊田防食省が設立された。修士はこれ以後1949年まで最初の渡航から数えれば約30年にわたり上海が生活の中心であった。豊田防食省の社長は豊田佐吉であり没後は トヨ理リサブロ喜トヨキイチロであった。だが、彼ら、トヨタの経営人トップはほとんど日本国内にいた。そのため、トヨタ防食省における製造や経営の決定は、ほぼ秋次に委ねられた。トヨタは、防食省以外に中、中だが、大部分がトヨタ防食省同様、実質的には修士によって経営された。また、 現地の商工会議所や日本と中国との架け橋となる多くの役職を引き受け、会社の事務所は一部大使館的な働きも果たした。特に1945年8月の日本の敗戦以後は国民政府との窓口的役割も担った。国民政府より戦後の中国の復興を手助けしてほしいという要請を受け、修士は中国防食危機製造公司最高顧問に 就任した。1949年に入り、国境内戦で国民政府が敗走するまで、秋継ぎは与えられた任務をやり遂げた。これは、大大将、豊田佐吉の夢の実現を最後まで果たそうという気持ちを持ち続けたということである。工場は、同年に成立した中華人民共和国に接収されることとなった。西川修二夫人弁。 1949年3月、修士はアメリカのプレジデントウィルソン号で横浜へ帰ってきた。港へは修士の牢をねぎらうため、豊田理三郎と豊田喜一郎が出迎えに来ていた。修士は先に帰国していた妻の達が住む半田市、亀崎町の別邸に向かった。この別邸は1936年に達の希望を入れて別荘風に作られたものであった。 修二夫妻の屋敷は名古屋市東区主税町にあった。この屋敷は小玉一蔵、豊田李三郎の弟、小玉慶三が愛知県立愛知医科大学の教授時代に建てたものである。慶三が名古屋を離れたため、修二がその土地建物を譲ってもらったのである。そのためか、妻の達は自分の希望を入れて建てられた亀崎の別邸の方を気に入っていた。 隣町の大塚川に、辰の実家の石川家があったことも理由だったかもしれない。この亀崎の別邸はこの辺りでは最も高いところに建てられていた。また、当時は周りにほとんど家がなかったので、庭からは三河湾がよく見えた。修士は当初、名古屋の日清通商へ出社するのに自動車を使っていた。しかし、まだこの時代、道路状況は、 かなり悪く帰って疲れてしまうことが多かった。そのため、竹と予選で通うようになった。その後、通勤時間を考えて2年間住んだ亀崎から名古屋の屋敷に移った。修二は80歳を前にして、老いの石川一世を呼んだ。佐吉沖縄は、電池の発明のために100万円を寄付した。私も、自分の力だけでできる、小学会を作りたい。すぐ、 具体化の研究をしてほしいと頼んだ。修司は、経済的な理由で、高学心がありながら、勉学を断念せざるを得ない人のために、奨学金を出したいと考えた。1960年11月9日、文部大臣より、財団法人、西秋小学会の設立が認可された。理事長には、妻の西川達が就任した。以来、多くの高校生、 大学生が奨学金を受けた。また、大きな特徴として、西川修二が活躍した中国にちなみ、中国人留学生のための支給枠が設けられた。近年は研究者にも研究助成がなされている。西秋小学会は、2003年10月1日、豊田新吉郎の未亡人、豊田恵美希蔵の資産と統合し、新たに財団法人、 豊脇小学会を設立指名称を変更した。2013年の給付時点で1400人を超す学生、研究者に奨学金を支給した。生前、修士の希望した意志が今もしっかりと後世に受け継がれている。ABCDEF 西川立、西川修士の思い出、ハット AB 宮地春を小説、西川修士の生涯財団法人、 西秋小学会 AB 田中忠春、豊田佐吉伝、豊田佐吉王忠志伝編参書、小栗リテを豊田佐吉と、豊田源流の男たち新馬館出版、東ずまを、創世期の豊田と上海時事通信社財団法人、西秋小学会編、40年の軌跡。ありがとうございます。